市吉祥寺パーティーズ。ダラスバッテリーです。ようこそ。おかえり。ありがとう。じゃあメンバーを紹介します。オピタ中村。オボタルコー。そして今日はなんと言ってもこの人。大やぶの中の大やぶ。久しぶりの5年ぶりのダラスバッテリーです。最後まで心ゆくまで楽しんで帰ってください。 Are you ready? Yeah! Are you ready? Yeah! Oh yeah! パパも来るぞ。ステージに、この5年という月日はですね、結構思いのほか長くて、何が起こったかというと僕のギターが壊れてましたというわけで今日はですね、ギターだけ、僕のギターだけ完全にアンプラグドでいきたいと思っております。スタジオ入ってねブツブツって言ってさ、もう分かんない、ね、首が近すぎた。そんなわけで、立つと新しいものも古くなるというわけで、この歌をお届けしたいと思います。古着を着た僕の、君も笑顔は
食べるっていう習慣になります。わがまま思ってたよね。コウさんもともとめっちゃ食べるから。そうなんスタジオとかで暴れてないから。でもさ、痩せてたじゃん、コウさん前。あの時は荒れてた。スタジオとかライブで。消費カロリーがあったんだよね、その分。スタジオの後、いつもスタドン連れて行かれて。そう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 。お腹壊してた。そうそう。スタドンか吉祥寺だったら吉祥寺なんだよね。もう無理や。いや、吉祥寺の無理やめとけ。脂の塊。体に悪いの。で、なんかこの間久しぶりに、何年かぶりにスタジオ入ったんですけど、こうやってダラスの曲やるじゃないですか。うん、まあ疲れる。若かった。これおっさんやな。最年少だと私で32ですからね、ダラスは。靴が32だもんね。中村30代か36です。でも中村ハーハーとかならないでしょ。ヘビメタル弾いてるんで普段。ヘビメタ菌がついてるからね。ヘビメタ菌が やっぱ長村の方がわけやな。めっちゃ笑う。コウさんは父ちゃんやな。もう父ちゃんですよね。すっかり父ちゃんです。子供もこの5年の間に生まれて早2歳と半年になりました。子供それを狙って俺もやってた。大体保育園に行くと父ちゃんピンとかつって嫌がるっていう。